最近編み物したいなって思ってたんですよね、はい、ただ編み物って時間がかかるんですよ、まあ、それが魅力なんじゃないですか。そうなんですかね、編み物の魅力だって釣りをしてるのに時間かかるんですよねって言ってたらいやそれが魅力でしょっていう。あ、そうなんだ、ねえ、うん、なんかミシンってもうこう一気にかけちゃうとすぐ終わるんですよね。それも仕事人じゃないですか。もうそれじゃでもこう編み物って一目一目編んでものを作っていくんですよね、はい、だから時間かかるんですよね。そうですよ、はい、普通ですよ。でね、最近、はい、私が大好きな生地にも、うん、こう毛糸を編んだようなニット生地がいろいろ出てるんですよ。そうなんですね、はい、多分ねこのニットの生地を作る機会がすごく良くなってるんだと思います。そうなんですね、はい、今までなかったような生地がね毎年次々と出てくるんですね、うん、見えちゃうんですかその生地をいただきで機械が見えちゃうんですか。です機械が見どんな機械だろうと思うんですけど、でも、なんか今までなかったことが起きてるって思うんですね。すごいねその目がさ。そうなんです。でね、ネットで見てるだけじゃ物足りなくってつい買っちゃうんですけども、はい、でいくつか買ってミシンかけてみたんですけども、そのなんていうんですかね、生地がすごくふんわりしているので、うん、ミシンかけるの難しいんですよ。なるほど。ミシンで押さえる加減とあと糸の調子の加減がすごく難しいんですね、うん、でせっかく生地がふんわりしているのにミシンかけたところだけこうキュッとこう押さえつけられてる感じになってしまうんですよね、はい、でこれどうやったらうまく縫えるのかなっていうのもなかなか面白い課題なんですけれども、やっぱりこれは手で編んだ方がふんわりと出来上がっていいんじゃないかっていう ね、 なるほどね、そんな気持ちになってるわけですね、うん、カーディガンみたいなねちょっとふわっと、うん、羽織るものを作ってみたいなって思っています。はい、でもそれにしてもね、この手作業って手の作業ってねすごく楽しいと私は思うんですね、まあ、指先の運動はいいですよ ね、 すよね、脳の活性化にもね。あ、脳が活性化されるからいいのかな、すごく楽しいんですよ私。ボケ防止にいいんじゃないですか。ボケ防止この、ね、手で何かしてるところから何かが作り出されていくっていうのが見えるじゃないですか、はい、だからすごく楽しいんだなって思うんです。そういうこともありますよね、はい、この手で作り出されるものっていろいろあるなって思うんですね、はい、で私の妹の家は窯元なのでお茶碗を作ってるんですよね。この形を作って、うん、そして絵をつけて、はい、焼いて、三河内焼きっていう超有名じゃないですか、ね、はい、ね、これも手の生み出すものでいろいろあって素敵だなっていつも思うんです、はい、でね、こう人間に手を作ってくださった神様ってすごいなって私思うんですよ。だから本当です、ね、これなかったら本当にどうなってるんだろうと思うので、うん、神様本当に素晴らしいと思うんですね。でバイブルにこんな言葉があるんです。主は恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。これはですね、神様を信じる者への祝福の言葉なんですね。はい、手の技が祝福される、そんな生き方がしたいなって思いました。